もう俺もびっくりしちゃって嘘だろうっつって12時半なのってもうびっくりしちゃってさでまあ知っての通りあの私ワンの家に今いさせてもらってるんですよ2日目です正直他人の家で大人数いる家は俺は正直もうすぐどっか行くんだろうなと思ったんですけど またね『ゼロワン』とねマリオくんたちが優しくてさ居心地よくてちょっとお世話になっちゃってるんですよ。えーまあ、聞こえる通り、あの、牛がいるみたいな鳴き声聞こえますけど。で、なんで今日ね、遅れたのか遅刻したのか説明します。あのいつもなら、えー、麻雀というんですが、将棋です。 まあこの家に来てねあの将棋盤と将棋があってあの昔将棋俺好きだったんですよでまあ、将棋を打ってたわけですよ朝の5時まで、はい、その後になんかゲームやるぞっつってねなんかいろいろ話してて6時で寝たんですよね私もうちょっと寝るわ明日早いからっつってで早いから寝るねっつって寝たんだよで起きたら12時半でした これね、範囲がねアラームですこれこの iPad いつも起こしてもらってるんですよ「Hey Siri11 時の起こして」ってこれ夜のアラームになっちゃうんですけどこれを言うのを忘れてたんですよはいで「あーもう Siri が起こしてくれるわ」って寝たんですけど パッと起たたらでこししててくれませんでしたっていういや俺もだからほんとすいません真面目にあのネタもちゃんと探してやってたんですけれどほんとに申し訳ないええだからあの俺のためにね仕事休んだりとか仕事はわざと遅れたりとかねそんな人もいるんだよこれマジでパルの放送を見ないとあの死にますとか 行きたい心地ありませんとかこれいっぱい来ててねそんなあの本当にもう生命線というかみんなの部分を補っているのにこんな遅刻してすいませんだから早まらないでうん本当に早まらないでほしい、はい、であの一応ねあの第2のスタジオでお送りしてますこれマリオくんの作業場であっちはちょっと牛ガエルが あの意外にね『0ンもいびきうるさいんだけどマリオくんもね結構いびき書いててで俺いびき書くんだよあそこで放送するとまあ起こしちゃうしあのウシガエルの合唱になっちゃうんでまあ見ての通り聞いた通りりそうなんですよ、えー、放送がままならないんですよ爆音なんであのねあの <coughs> いるわけですから楽器が <laughs> すごい音でしょじゃあやりますかちょっと声はちょっとそう思れますあ寝てるんで2人ちなみに2人はさゲーム配信やるつって時できたのかな俺も寝ちゃってさうん、うん、だからなんか「スマブラやるぞ」とか言ってたんだけどできたの起きてた人は寝てるかその人たちはあっしてたんだなるほどね いきますおはようごて的にふわッチニュースキャスターのおもりですこの放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です昨日何があったのかな 昨日何が起きたのそれを知れる放送枠となっているので知りたい方は見てってください <laughs> 注意事項として「間違っている古い」とコメントを連投する方がいます古い古いというコメント連を連投やめてください古いです昨日起きた出来事を話すわけですからさらに間違っているよとコメントつく方がいますそれはありがたいです 間違った情報で正しい情報間違っていたら指摘してくださいこれはみんなで作っていく放送枠ですウッチ大炎上ニュースです今日は感銘してやる大きな声はなぜなら昨日『ゼロワンねあのイベントさ三浦さんに勝ったんだよあの1位で、ね、こんな大きな声出してね昨日頑張ってたのに起こしたら悪いから。 まあこれも結構大きいな声なんだけどナイスアニアソンといつもすいません遅刻して僕みたいなやつはねあの口の中にガリガリが突っ込んでねあ頭破裂させてくださいちょっとすいませんじゃやっていきますあとね電話めっちゃくれてるまずあのー、あじゃあ政治からおいパルン起きろって連絡くれてますで次があのメタル社長 パレパレちゃん出まんですよって送ってくれてるんやかんや政治もね腐れんでねまあ仲が悪いこといっぱいあるけれどよくやってるっていうかこうやって助け合ってくれてるいいやつだよ本当にでメタル社長はもう昔から「パレパレ頑張れよ」っつってね言ってくれる人間でね本当ありがとうあとはね、あのー、俺に対していつもねなんか情報をくれている女性の方 レオちゃん早く起きなって送ってくれてるうんあとカナカアナくん勝手に LINE 追加して電話かけてるありがとうカナカアナくん追加しとくねじゃあやっていきますえー、えー、昨日は、えー、ちゃんとネタ収集してるよねうん大丈夫ですじゃあまず一つ目のニュースからフワッチ大炎上ニュースですじゃあまずね一つ目のニュースがうん えっとですね、これね昨日ちょっとネタを言おうと思ってたんですけど言い忘れてたんであのちょっと古いネタになっちゃうんですけど善くんがあの頭の病気を見てもらうために病院行きましたはいでなんとですねあの頭の病気は確認取れず、はい、3300円で問診だけ受けてそれで頭の病気かどうかがわ、えー、からないっていうことになりました 頭の病気を見てもらうために1万5,000円かかるらしくそれは払いたくないっていうことらしいですはい1万5,000から10万円なので現在あのー、なんか頭の病気はちょっと分かりません <laughs> ただ前月はこは古いんだけどねちょっと昨日やる予定だったんだけどそうあのー、ADHD かもしれないっていう部分であのー、頭の病気見てもらうって言ってたんだよ でも結局ね、ツイッターでこんな感じでつぶやいてます。<laughs> ええー、どれだっけ、頭の病気。あ、これか、うん。あの、結果ね、頭の病気でした。えー、前略、病名は愛だった。スケロクちゃん、チクチキラブリチューン、えー。僕、俺の精神の安定剤 俺の彼女が世界一スケルクちゃんのことを考えないと頭がおかしくなりそうだ早く一緒のお墓に入ろうねずっと一緒だからねこれ本当のスケルクあのンスくん書いてんのかなこれうんこんなキャラだっけえー、ちょっと古いんだよねこれ2日前なんですけど本当は昨日やる予定だったんだけどそうなんですよ <laughs> ちょっと心配があるよねうんあの ADHD だったらスケロクちゃんに捨てられちゃうっていう風にちょっと震えてたんだよ。で、怖い怖いって言ってたんだけど、多分その病名がまだ判明してないから、その、なんて言うんだろう。まあ、愛だったっていう言い方してるんだと思う。よかった。え善一くんの病名出てるえ善一くんは問診だけしか受けてないんですよだから頭の病気はどうか分かんないんじゃないの なんか1万5千円から10万円ぐらいかかるって言ってさ、金ちょっと高すぎて払えなかったって。で、三3三百円でブチ切れてたよ。全裸。なんであの、何もしてないの3 3三百円も取られなきゃいけないんだと。なんか、頭のね、なんかレントゲンとかそういうの取るみたいな話で、金が結構かかるらしいよ。はい。初診療だからあ、そうなんだ。あ、そう、MRI か。 補給音適用内で6000から1万で取れるあ取ってもらえばいいのになんか保険適用外って言ってたけどねそっか <laughs> どうでもいいわいやいや気になるじゃんやっぱりあのさ配信者全員さ MRI でそのなんか IQ 分かんのかな見てもらおうよ間違いなく全員さ病気持ってるから間違いなく俺はもう 言われてるんでよ。もう間違い発達障害。正直、ゼロもあると思うし、天然さんもあると思う。マリオクもあるし。うん。みんなあると思うよ。あの、やっぱ配信やってるやつは、政治もあると思う。うん。老害というより、頭に病気だからね。ということで、まあ、ちょっと昨日のね、全略、えー、病名、愛だったって感じです。じゃ、次行きます。はい。次がね、いや、これはもうすごいわ。もうびっくりした。 なんとですね。いやもうこれほんとびっくりするよ。とある配信者の、えー、月収がふわっちに限らず100万円超えはい。絶好調らしいですね。名前は右じちです。右じちがあの、ふわっち以外にね、あの販売してるわけですよ。ネットで商売してて。なんと稼ぎがね。 3月分ななのかな2023年の3月100万2,327円の売り上げ上げてますえプラン加入が79万6,129円販売価格20万6,198円ということでええー、これは何の商売をしているのかっていうと、えー、彼もこう語ってますね みちすごい何の商売でやってるのってえー、おっぱいもんで月100万です遅くても夏できれば春って目標にして頑張ってきたけど3月で達成しましたこれからも頑張ってお,んおっぱいもんでいきますおっぱいドリームおっぱいに夢があるおっぱいには世界を救うおっぱいもんで月100万っていうことですね すごくないてかさ、俺、ちょっとリスナーさんに聞きたいんだけど、もうこれはもうこのままの意味なんかな販売価格20万だけど、プラン加入してるってことは、これ月々に、絶対にこの、76、9万6千円もらえるってことなんかなこれ。右父のは。これ販売して売ったやつが20万でしょで、プラン加入っていうのはもう、会員さんっていうことだよね。 ハンティアでで月額価格でいくらこれ取ってんのこれ252件入ってんだだから一人頭5,000円ぐらいどうなんだろういやそんなんじゃ足りないよな足りるか10人で5万20人で10万で200人で100万でしょ一人頭5,000円で入ってるってことああえすごい入ってない 有料メンバーあっえー、じゃあもう正直フワッチやらなくても79万6,00080、まあ、万だこれ入ってくるってこと俺さあの、まあ、こんなこと言いたくはないけどまあ、フワッチもねすごいあのお世話になってるし投げてもらってて本当ありがとうでも俺もこんなの見るとさ俺もちょっとファ,ファ,ファンティアはねやろうかなちょっと。 なめてるから右っち努力してるからこれだけ稼いでるってことだもんなえ受けがいいと思うよだってさミシュランの女の子ナンパしてホテル行ってねファンティアで俺がやるわけじゃんこれは売れるよお前販売額一つね30万頭でも買ってくれるやついるよ多分 <laughs> 俺のセックス見たいだろうんセックス えー、ゼロワンもね呼んでさ色も <laughs> 3P みたいなもうゼロワンとやるやるじゃあゼロワンとセックスは <laughs> 俺とゼロワンセックスは買う女の子じゃダメだねこれ無名というかそう知らない女の子はやっぱ有名なゼロワン呼んで俺とセックスみたいなこれ30万買ってくれるうんそしてゼロワンも納得すると思うきつい魔力もいるで、ね、3P でもいいけど買うやついると思うよ <laughs> 本当に30万で売って多分3人は買うんじゃないかな <laughs> っていうことですよいや右ぎすごいなお前本当になんかお前とか言ってごめん先輩だし年上だしいやすごい100万円はちょ電話してさちょ詳しく聞いていいちょっと気になる世界だわ右ぎに <noise> なんだこれ出るから電話 いいちょっと100万円はすごくないマジでどういう内容なのかも聞きたいよおっぱい揉むだけじゃないでしょ起きてるからそもそもでも昨日空きコマまでがっつり飲んでたよね寝てるかもしれない 出るわってことで、まあ、右ひし月々まあフワッチ以外で100万円稼ぐでしたでもねあのファンティアで稼ごうと思っちゃダメだよやっぱ一番いいのはフワッチフワッチがあの,そのやっぱね応援してくれて投げてくれてる人いっぱいいるわけだからもうファンティアとか色物つけたってあなたじゃ稼げません右ひしじゃが才能があってエロ系でいけたから稼げたんだよね じゃあ次いきますね。はい。えー、次が、あえー、なんとですね、これはもうびっくりなんですけど、ヒノピーくんがなんとですね、昨日重大報告という枠でやってまして、俺も、ね、ちょうど前、リアルタイムで見てたのよ。ちゃんと監視してたんだけど、もうリスナーだから何も送られてこなくてね。で、見てたんだけど、なんかヒノピーくん、あの、オハニーちゃんの元旦那さん、今、 よい気払う払わないの話なんですけど、えー、代表取締役になると社長になるらしいですおめでとう <laughs> 社長になりますはいえ代表取締役じゃないのこれ自分で言ってたけど取締役取締役かまあじゃなくてね代表取締役ねうーん いや、おめでとう、マジで。すごくないあの、まだねあの、お金は入ってこないっていうか、あの新店舗、はい、えー。新店舗を任されたらしくてあの、アメックスのゴールドカードも持てるようになると。で、もう社長になるけれど、今現在、1ヶ月分に家賃払えてなくて金がないぜ、みたいな放送やってました。 だから、新店舗任されて、まだその売り上げとかそういうのは出てないて。あの、合同、ええー、合同会社ですね。はい。合同会社の新しい社長になる。で、飲食関係です。っていうことらしいですよ。すごいよあれ。おめでとう。で、アメックスのゴールドカードってすごくないうん。俺、持ったことないけど、見たことあるんだよ。あ え、すごくないアメックスのゴールドカード。ねえ。えそんなすごくないのゴールドカードは。え、すごくないアメックスのシルバーカードだけでもすごいのに。え、ってか俺は作れんのアメックス。うん。俺アメックス、みんな持って、持ってんのゴールドは。 なんかねあのロビンソンさんに聞いたんだよ。で、ロビンソンさんが言ってたのが、なんかね、もうね、詳しくてさ、アメックスはあのブラックがあって、その上に上があると。ステンレスのカードがあるらしいよ。言ってた。こ本当なのこれは、噂で聞いたけどね、ロビンソンさんに。上があるらしいよ、ステンレスであるみたいな。あ、そう、チタンだ、チタン、それ。 ブラックより上があるからそれ入ろうかなって言ってたよロビンソンさんでも月高いからねっつって50万ぐらいかかるらしいよなんかそのカードをなんかずっと維持するためにはチタン系はあステンレスなのああ昔ねロビンソンさんの車乗ってその話聞いたんだよそんなんがあるんだなと思ってでもそれアメックスのカードよりダイナムでしょ ダイナムカードっていうのがすごいんでしょうん。あの、上があるんでしょアメックスは、なんかに、すごいけれど、もっと上。海外でめっちゃ使えるダイナムカード。すごいよね。うん。あ、ダイナースね。そう、ダイナースかうん。ダイナースカードね。このダイナースカードのブラックがすごいらしいよ。うん。ダイナムカードあれだ、パチンコだ、ごめん。 実質論とかににも、ね、2円パチンコの専門店、ごめんごめんあれ、おっさんがよく通ってるやつ。えー、あダイナースカードね。これは持ってたらすごいんでしょこのブラックが。さすがに。ダイナースのブラックやばいらしいねそう。ダイナースの審査めちゃくちゃ厳しいから、なかなか持てないって言ってたよ。今わざと、いやわざとじゃない。俺マジで分かんなかった。うん、ダイナースなんで。思いつくか ダイナムってなるでしょちなみに吉さんはダイナムでカードにあの貯蓄してて昔ダイナムカードで換金所で全部下ろしたんで100万円でした10円スロットと2円パチンコ専門店だよお前どんなにお前通って100万貯めれるの天才じゃないダイナムカードで100万換金だよやばくないツイッターで上がってるから多分過去のやつさかのぼれば見れるよ はい、ってことですよ、まあ、そんな感じで、あのー、えー、ひのピー君社長になります。はい。じゃあ、次いきます。いやー、これは嬉しい。もう、これはね、女性のファンの方々は嬉しいんじゃないでしょうか。この画像を見てください。えー、昨日、こんな放送がありました。下、あ相撲じゃない、相撲取り、相撲取りのとこじゃないですね。 いやーこれは嬉れしいんじゃないかなえっとですねどれだっけちょっとツイッターで写真撮ったんだけどこれがこうなってそうなるでしょで上に上がってこうだうんワンちゃん、ね、消えてるかもしれないんですけどこれ C さんこれはもう嬉しい特に女性のファンの方嬉しいんじゃないでしょうか なんとですね、この C さん。昨日、まあ、5分ぐらいかな。おちんちん出しました。いやー、マジか。トップがおちんちんです。ちんげとちんこ丸出しでした。えー、昨日ね、それ放送中でやってたの、マリオくんの枠で。おちんちん出してる配信者いるっすって、ちょっと笑っちゃったら、ホモホモがって言われたんだけど。これ、女性のファン嬉しいんじゃないこう、おちんちん。そう、おちんちん丸出し、もうトップが。 5分ぐらいで消えたけどお待っておちんちの話してたらんかチャイム鳴なった気がする気のせいかなマリオくん起きたかちょっといいあ宅卓球便がよかったああやつかなと思っちゃったあ卓球便でしたああびっくりするよね やつらかなってええー、であの話戻すけどおちんちんまあ見れたわけですよでおちんちん見れて女性のファンの方々ふわっちは隠れエッチがありますラッキースケベがはいあなたの欲望あなたの欲求満たしますもちろんふわっちはエロ系は許してませんもう絶対的に根絶するって意欲があります ですが、なぜか、えー、あの5分間ね、晩されなかったってことなんで、まああの運営もその気づかなかった部分かもしれないけれど、猶予を与えてます、はい。あなたの欲求、あなたの欲望、あなたの性欲、満たします、奥さん。で、あの男性の方、これね、男性の方も満たしますよ。なんと、女性の方もオナニにしてます。えー とことんフワッチはすごい配信サイト。はい。無敵なんですよ。そこら辺ちょっと分かってください。えー、満たされます。奥さん、旦那さん、エッチな配信者いっぱいいるよ。誰がだよ。誰がだって言っても。うーん、誰だろう。あの、俺が見たのは、なんか、自称高校生。見ちゃったか仕方ないけど、 私は高校生よっつってなんか、おっぱい触ってたや、やついたよ ?V で。み、見ただけよ録画もしてないし。見ただけ。あとは、まあ、だからリベンジ、その、ポルノじゃないよ別に。どうなんだこれはどうなるの配信で、私高校生って言ってて、裸になってて、これ見た犯罪なのこれは。えこれどうなっちゃうのこれ、それは写真撮ったらアウトでしょうん。っていうことですよ。 はんいやいや見えるのっていうか、開けた瞬間に見ちゃったんだよ。うわ、やばいっつってすぐ笛でアウトしたけどね。こうマジで。もうこんなもん仕方ないよね。じゃあ次行きます。はい、えー。次がね、あ、なんとですね、昨日深夜だったんですけど、あの、マリオくんと俺とゼワンで将棋打ってたんですよ。するとね、 夜の夜な、その、マリオくんの枠で鳩が飛んできて、これは実際見てないんですけど、まあ電話して話聞いたんで、ちょっと説明しますと、なんとあの、駒井くんがクルちゃんを泣かしました。ええ。来ましたね。で、あの、どういう内容か、小前くんから聞いたんですけど、内容的には、え、小前くんが、ええー、 まあそのディスした理由としてなんかクルちゃんとフワちゃんっていうまあ女の子がいてねあのちっちゃな女の子がちっちゃいからまあちっちゃいね中学生か小学生ぐらいだよねその子が妹みたいな部分をまあ言ってたわけですよで駒井君はそれをあのまあガチの妹じゃなくてまあその妹設定みたいなうんクルちゃんとフワちゃんはねって感じで。 でが小前君はそれをガチで信じ込んでて、それが違うって話で、なんとあの、ふわちゃんとかお、お母様に対してね、ディスをかましたと。で、クルーちゃんがそれを聞いて、話し合いした結果ね、罪悪感に押し潰されて、涙を出しちゃったっていうことです。はい。ふーちゃんね、あ、ふーちゃんか。うん。ごめんな、ふーちゃんです。えー、ふわちゃんじゃなくて。で、俺は思ったのが、こんなもん、 うんだから駒く君も言い過ぎに良くないよ相手もねちっちゃな女の子だしでお母さんだって別にまあその楽しみやったらいいなぐらいの感覚でやってたんだからダメよえく君男ならどんとねその騙されたって言っても金投げてるわけじゃないんだからねえどんと構えないと <laughs> あ,あ知らなかったの結構 結構知ってると思ってたけど、あガチの妹だと思ってたのまさかの。いや、どう見ても顔違うでしょ、クルちゃんとフワちゃん。で、クルちゃんを見てた人だったらわかるけど、妹じゃないって分からなかったうん。あガチで思ってた人いる,いるんだ。うん。いや、親は別にやばくないよ。だってさ、その、 子供がさ楽しめるためにさ環境の場をねこういいよみたいな感じで楽しませたっていうことじゃないのうん。何で優しいのそんなにいや優しくなるよなんか俺に対してねいろいろなんかあの言ってるわけでもないしやっぱりね子供を持っているマザーでもあるからやっぱちょっと俺は実の母親として見ちゃうよね。母親じゃないんだけど 気持ちとしてね、気持ちが入るよね。やっぱり、お母さんでちゃんと子供育ててるっていう部分だけ見ると。俺の母親じゃないんだけどね。うーん。電話しろ、まあ、昨日ね、あの、配信外通話した。で、ゼロ番もう昨日怒ってたけど。出るかな昨日、長くやってたからな。いい人だね。いや、いい人っていうか。 そういうとこある,ある、あるからね。いや、小前く寝てんじゃない昨日電話したもん。ああマリオ魔力のわけで。寝てると思うよ。で、くるちゃんも LINE 帰ってきた。一応内容が、まあ言えるとこと言えないとこがあるんだけど、うん。とりあえず、うん。ええー、まあ、 ちょっとこれは言っていいのかなまあお願いみたいな部分があってねええー、まあおそのね <laughs> まあお母さんのことはあんまり悪く言わないであげてねぐらいの言葉が来ててないんでうんそうであの俺昔俺ねその 俺のことを昔あの彼の時にいろいろ味方してくれてた感謝してたよみたいなこときててあいいお母さんだなっていう感じですよで最後にえ本当にありがとうリアトツマシとかドンピーとかタンクトップの宣伝してくれて嬉しかったよ炎上ニュースファイトって来きましたはい <laughs> 固まったどう大丈夫俺の声通るうんごめんなさい遅くなっちゃいました あのですね、遅くなった理由言っていいですかさっきも言ったんですけどあの昨日将棋だから将棋にはまってるんですよで将棋打ってて5時になってで6時まで俺基本6時まで起きてるのねもう時間的には普通なんだけどアラーム設定するの忘れてたで遅れちゃいました、ね、すいませんあとなんかあの丸坊主したせいなのかちょっとマリオくん似てるの俺黒服だし似てない うんちょっとマリオくん似てない俺。似てるよね若い頃マリオくんみたいな。ってことですね。似てない。そうですか。じゃあ、そういうことです。じゃあ次いきます。はい。えー、次がね。えー なんとですね、これ「ふわっち関心者」の記事から引用なんですけどいやおめでとうございます本当に <laughs> はいこれですね知ってる方いるかなあの今ちまたでね子供の部分で「ふわっちか配信会」は盛り上がっていますけれど うちの社長もね出現したりとかね切り呼ばわり人がすみませんほんとにであのー、なんかもういろんな子供の部分があるんですけどその中さなかですよ「てるくん3月27日7日低王切開14時、えー、37分 2906g の女の子の子供が誕生したということですおめでとうございます <laughs> いやーもうこれはねもうなんて言うんだろう正直てるくんっていうのは 誰かはちょっとわかんないんだけど、テルチャンピンじゃないよね。うん。いや、本当におめでとう。これでパパだね、もう完全に。うん。だまあ、誰っていうのは置いといて、子供が生まれたことに、おめでとうって言ってあげよう。ここはそうしようよ。リスナーさん。誰はやめようよ。このいいことがあったことはね。例えば結婚とかさ、子供が生まれました。誰はやここで覚えていこう。テルくんっていうのは。 ああ。おめでとうでいいんだよ、これは。おめでとうって。おめでとうっ子供では罪ないからね。可愛い,いじゃん。うん。生まれてきてね。もうほんと生まれたてほやほやなんだろうね。これ出来たてほやほや。将来絶対可愛い女の子になるよ、これ。だから二十歳ぐらいになるってことは、俺がもう四十七とかだ。うん。まだいけるな、四十七ね。 ってことですね養分のとなんだからあ,あとなんか昨日ねあのー、携帯でさ「01」かなんか「養分」の見ててさでなんか声が漏れてきたんだよ。で聞いたらなんか「01」とタッグ組んでるやつは「俺はもう許さないで潰していくぞ」みたいな「やっていくぞ」って言ってるんだよ、うん、養分がね戦争する意気込みでああいうそのナイスのあげ合いをするんだったら いやもうそんなことしないよ。うん。落ち着いてくれ。頼む。お前とは争いたくないし、あの、はっきり言う。あの、別に01の家にいるけど、おせっかいになるけど、あの、その、そのナイスをもらって誘導してもらうっていうのはしてないから。ほんと頼むよ、ヨーブうん。俺はお前のこともマジで友達だと思ってるし、争いたくないんだよ、俺は。頼むよ、ヨーブやれんの待って。 だから俺がゼラの方に合併して一緒になってて、で天然さんも合併しそうになってると。もう合同ができるんだったら俺はとことん立ち向かうぞって気合入って言ってん、ね、<laughs> ああ。やばい、もう養分がスイッチ入っちゃってんだよね、これ。ちょ、養分電話しい養分ごめんっつって。うん。でもあの、大阪行くから、ね、養分違う、必要なんだって電話しなきゃいけない、俺は。ん今日何ベビーベッド頑張って作ってたよ。あ、じゃ起きてるね、養分。 何するのだからゼロワンの力はね借りてないからねゼロワンも1位取ってるからねそこはヨーあっヨーブンお,おはようございますおはようヨーブンね俺ね今週末に大阪行こうかなと思ってて で養分がいいなら、事務所のとこをちょっと寝泊まりしたいなって。いいよ。あ、よかった。あのね、昨日ね、養分がね、あの、動画でなんか喋ってるやつの切り抜きがあったのよ。うん、で、01とタックくんで、こう、ナイスをかっさらうとか、やるんだったら俺はもう戦うぞみたいなこと言ってたじゃん。うん、そんなことしないでよそんなことしないからほんとに。ああれじゃ友達だって言ってるよ、俺はう,うん。 さあ考えてないよ考えはも両手手挙げてる俺もビビってるんだから養分にはからだからそんなゼロワンにねナイス言うとしてよとか絶対言わないしその、うん、ゼロワンがねナイス休んで俺にナイス流すとかもないから、うん、もう間違いなくこのナイスはねあの炎上ニュースで集めてナイスだからそこは分かってほしいいつも通りの手法でうん、うん、だからちょっとあのうん 大丈夫、うん、あ分かった。じゃあ、そのときね、また遊ぼうよ。うん。飲みに行きたいから。えー、うん。了解、了解。じゃあ、よろしくでよーブン。はい。ごめんね、寝てるときに。うん、えー。無限の、アラネ。さあ、行くぞ。笑って。これやれんの。か<っ>ああ、やつ、とちき。分かった。怒ってないよ。俺も01もね、好きだし、ヨブも好きなんだよ。うん。 エンネさんも好きだし、政治もなんやかんやね。好きです。ええー。もうみんな大好き。だからもう本当はもう争いでたしたくない。もう両手手あげる、も怒ったら。ごめんなさいと。俺が悪かったと。うん。謝罪しますもん。それぐらいやりますもん。俺もあ頭ね、ま、軽くなったんですよ。でやぜんと。うん。ってことです。じゃ行きますか、次。 本体で,ですねはい皆さんどすい本入ります。あワンワンメッセージ削除なんなったんだけどすごく気になって3日間寝てない。ごめんなぞこのメッセージはエンディーバー摘発されたのっていう話なんだよ。これねまあ3日前で言うか2日前ぐらいかな。でえあのエンディーバー摘発されたのって話の LINE で。 で、ワンワンが知ってるって聞いたから、ワンワンに聞、聞いたんだよね。で、そしたら、あの、エンディに直接聞けるようになったからさ。あ、右道、おはよう、あの、見たよ。100万円稼いで、すごくないあんた、えー、ファンティアで100万でしょこれもう79万8千0 0何本ってか、まあ、80万ね。これもう月が月額入ってくるってことだよね。 で、販売が20万で、これ月だよ、しかも。月で100万おっぱいもんで。もう、弟子入りしたい。うんいや。あんたすごいよ、マジで。100万やばくないちょっと電話していいちょっとこれマジ気になってて。ちょっと電話していい出れるうん。いや、これね、ごめん。個人的な部分だわ。ちょ、炎上ニュースの本タイトル入る前に。とある配信者が A 級版。あ、出れるで、ワンワンごめんね。これ、エンディの、あれなんだよ。 バー摘発されたのっていうあの確認というかワンワンが知ってるって聞いたからかけたんだけどごめんねワンワンうん掛けますえこれどういう仕組みでどういうふうに稼ぐのかちょっと聞きたい,いうあっミキおはようどうもおはようございます見たよツイッター百1 0 0万3月で100万 パルちゃんのおかげだね、うん、本当。あのこれってさもうまんま入るってこと？うん、そうだねあれがもう八十二点五パーセントえ？があれあれだね。八十二点五パーセントもらえるのそ,<う>それは？十七点五パーセント運営に取られて、うん。そうあれはもう入ってくるお金があるんだけどね。えじゃあほぼあ運営は一点五五ぐらいの割合でしか取ってない？十七、うん、パ十七点五 ほかよあ他のサイトの宣伝じゃなくてね宣伝じゃないの報告でええー、でそのプラン加入で80万ぐらい稼いでるのそうだね月額で入ってくれてる人がほとんど、ね、えじゃあこれ何もしなくて何もしなくてプランプランしてるだけでも80万もらえるってことまあそうだねあの,あの人たちがやっぱ減らまあでも減るんだけどねその うん、入ってすぐ減る人たちも抜ける人たちもいるから、うん、まあ入って抜けて入って抜けてしながらちょっとずつ増えていくって感じだねえー、252件ってことこれ1人頭いくらのこれ5,000円えっすっごいそれでやってますね内容はちょっとこれシークレットだと思うんだけど、うん、おっぱい揉むだけじゃないでしょこれ。いやこれはでもねほんとおっぱい ちょっとあの脱いでおっぱい見えてるやつとかもあるんだけど、えー、基本的にはまあ、うん、ナンパして服の上からおっぱい揉むのがほとんどで、そおっぱいそれだけで稼いでるってこと？そうそうそう。マジかえそれって俺でもできるのかな？パルでもできるんじゃないこれ？えー、おっぱい揉むだけで、うん、あのその俺はちょっとギャラでちゃうんだけど、俺のおっぱい揉んでっていうのはダメ？そうだ、ね。一本一本出すか。 一回試しに、俺のおっぱい。で急にね、急にいきなりパルパルの回が出てくる。そうそうそう、全然その回。俺さ、全然やれるよ、そのギャラ出れば。うん。その。ギャラちなみに。いくらぐらい。もう売り上げの、はあの、五、五割でいいよね。ああ、売り上げの先輩。うん。全然いいよ、お前。俺のおっぱいぐらい。本当?。優しいね。ゲームのでもいいよ。 え脱ぐのもできるでいいよ俺はええー、優しいね、うん、当たり前の5割ぐらいパン出してくれればね<え>売れると思うからんうんはい。っとしてくそれ、うん、会員減らないでしょ分かったみイちチごめんねちょっと気になったからさ電話しちゃったんだよ <laughs> ありがとう、うん、あの頑張ってもみみねそう,そうだからあっち頑張ってるからエロチューバー<え>戦うエロチューバーっていう肩書きでね今頑張ってるんだよねちなみにね、うん、これフワッチはどうなの稼ぎはフワッチはまあゴールドプラスって感じだよね本当に 20から50ぐらいかな、うん、まあ 1, 1月から復活っていうか再始動したけどあでもすごいねじゃあトータル的にはえ YouTube はエロ YouTubeYouTube は,はまだ全然だね YouTube はエロ,エロチャンネルがもっと機能収益化の条件達成したって感じで、うん、あそうなんだじゃああとはバズらせるだけだうんメインがまだ全然で、ね、でもあれサブチャンネルがねすごいよあのフワッチにもいる大方ゆりなちゃんいるじゃん,んいるね がこの前ちょっとセクシーな試合をしたのよね。うんで大潟由里奈が男と試合をしてポロリっていうタイトルで大潟、うん、由里奈の試合あげたら100万再生いった。えこれ右足のチャンネルで？俺のさ俺のサブチャンネルで。嘘でしょ？それできたそ15万円ぐらい。え100万再生15万も稼げたの？<laughs> うん、すごくない？うん、そんな稼げんだ YouTube って。取、ね、ってあげただけで。 えー、えそれは収益化可能になってるってことサブチャンネルはなってるうんサブはなってるから入るねああえー、マジか夢があるそれって15万1回で、うん、1> そのまた入ってくるの15万はまあこれからもだから次200万撮て行ったらまたプラス15万ぐらいだねえでもすごいちょっとずつちょっとずつ増えていくねその収益は100万再一再生単価いくらだろう 1再生ね0.1円から0.3円って言われててあ最低でもあだから100万再生で15万だったら0.15ってことだよね計算で言うとマジかよまあうん、あのなんかみきちゃんのツイッターでゴーストバーみたいなのも食らっててちょっといろいろ検索かけれないんだよねあんまりねなんか出てこないんだよね、うん、ID で検索し しななないいいと出てこみただからもうエロ系はマジであの捕まるかもうほんとバンされるかだからまあそうだねマジ気をつけての攻めてるからねだからミズ捕まったら俺差し入れ行くからあお願いねあの忘れちゃん連れて行くああそれもやばいじゃん分かったできんできんできんならあの刑務所ができんです刑務所できんなっちゃうね分かったじゃあありがとね右ズありがとうほんとに無言ならだよモミモミ いくのもみもみやれんのもみもみ、うん、ってことですいやマジかちょっともうすごくな俺一番びっくり YouTube100 万再生15万えってことはこんな仕様を知ったってことは100万再生とか500万再生連発してるやつはどうなんの収益はじめ社長飛行金とかで、単価も上がってるでしょこんなに1円とかさ すごいことになるよね、これ。えー、いや、ありがとう、もういいよ、ほんとに。夢はあんな、100万歳。あんま知られてなかったけど。エロは儲かるんだな。そうだね。いや、エロは儲かるよ。うまいことやればね。うん。だから、ビギチは己の欲求の部分を満たすためにやってたけれど、それを、 商売にしてそれで成り上がったってことだからだからやっぱセンスあるんだよねそういう稼ぎ方のやつは天才じゃない、はい、そうだ言っといて香川さんに俺に1万円あの収益あの俺ショート動画なんだけど200万再生されてんだよマナーが悪い客として俺も多分 初めの100万円すで5000円ぐらいもらってたから、その収益のやつで。多分二200万だ。1万はもらえるはずなんだよ、これ。あくれるって言ってたからね、収益は。だから1万はもらわないと、これ。だから、香川さん、今1万借金だからね、俺に。マジで。言っといて、香川さんに1万借金だって。大阪行ったとき、あの、回収しに行くよって。ね、1万回収か、あんつぶ無料か、あの香川は無料だよ、これ。 そうしてもらうのちょっとたまったんじゃないよ、これこっちは、あの、ね、態度が悪い客としてね、紹介されたんだが、それだけの、お前、なんか一つの利益欲しいよ。じゃあ、本タイトルいきますね。えー、いや、くれるって言ってたから。いきます。<laughs> とある配信者が、はい、本タイトル。とある配信者が、永久版です。 まあ、近いよー。まあ、永久版びっくりマークハテナですね。ええー、これはもう本当にもびっくり、も有名な配信者です、特に。ええー。まあ、永久版がどうかっていうその境なんですけど、まあ、その人の名前は、えなんと、まあ、ン二人います。なんとナイスいいですかちょっとすいません、寝坊しちゃって。<laughs> すいません、本当に。 もう申し訳ない、本当に。もうこナイスもね、なっちゃって、もう600ナイスいいですかちょっとここでナイス。ええー、お願いします。いいですかあの、ちゃんとか、あの、ゼワンあ,あのね、ちゃんと紙はもらってるんですよ。その、あのいつまでっていうのがね。 で昨日は不明版って言ってたんですけどその内容をもらいましたええー、いやーいいですかちょっとあー来たあと99人うーん99人ですねでな何回駒井君が上がってきてんだよこれ顔面こむるぜマジででね嬉しかったのがさあのちょっと自慢していいここで間挟んで イキリストがさちょっとふわっち大炎上ニュースみたいなことやってたのなんで2,000人ぐらいいたんだよ。うわーイキリストに取られちゃったかーと思ってうわーってまあでも寝坊しちゃったからもうやるようにやるしかねーってバンと押したんだよそしたら俺やっぱリスナーさん昔から見てくれてるから来てくれてるわリスナーさんが大量にああ2,000 閲覧だと今、500人なんだよ。で、今、やってる通常で4800人。炎上ニュースだけはもう本当に俺の誇りだわ。ああ。もうイギリスに、この、代打で取られちゃうのかなっていう、ちょっと不安があったけど、何やかやれたわ。いや、よかった、マジで。ええー、もう取られたらもう廃業だと思って、どうやって稼いでいこうかなって思ったんだよ。おおもう廃業宣言がと。 いやで,でも、リスタさん来てくれてたから、ありがます。で、600ナイス一旦でいきます。じゃあ、その名前は。<laughs> とある配信者が A 版、A 級版びっくりマーク、ハてナマーク。その人たちの名前は、まず一人目、太郎くんです。そして、ゼロワンです。ええー。 あのですね太郎君はまあこれ「ゼロワンから聞いたんだけど1週間版らしいです、はい、ツイキャス、えー、で「01」が、まあ、不明版となっていたんですけどなんとねそのいつまで「番」なのっていう記述が来てなくて「もう俺 A 番なのか」っていう不安があったんですけど「皆さん安心してください」「ワンさん俺にネタ提供してくれてね送るわ」っつって送ってくれたんですけど ええー、なんとですね、ゼロンソの番、永久番じゃなく、はい、あのー、規約により、本アカウントはシステム的にロックされてます。こちらをご確認ください。解除予定日。なんとです。 2023年4月26日4時8分えー、1か月の1ヶ月間の追加数番となりましたはいなので011か月番です残念ながらで4月26日っていうのはまあ一昨日の水にゃんの家まで行ってその大暴れまあ01の泥酔事件があったんですけどはい まあこれが原因とされていますでこれはなんでこの 2, 2人ねバンになったのか、まあ、これ真相を追求するととある女性の配,、えー、配信者の追悼があの更新されててこんなふうに投稿されてました <laughs> まず1つ目これですね こちは右父のやつかえー、っとこれですまあねあのペゴちゃんなんですけど「入院中や妊娠中にされたこと言われたことは通常の時にされることよりずっと残るものです私は一生許さない」まあ昨日ねあのツイートしてるわけですよ でちなみにペゴちゃんとミズニャンはあのどうなってるかっていうと破局してるのがどうなのかまあでもこんなふうにツイートしてますはい婚約者がまた不貞行為をしようとしていますパイパンか確認していたとか別れた事実ないのに誘う方も,方もおかしいとどうやらあのツイッターを見れば別れてないらしいですええー まあ、新しくこ、あの、更新されてるかもしんないけれど。<laughs> はい。ねわかんないですよ。これ、ミズニアンは別れてるとかいう部分だからね。ええー。婚約者、婚約者じゃないのだ婚約者がまた不貞行為しようとしてます。パイパンか確認してたとか、別れた事実のないのは誘う方もおかしいって言ってます、これ。これ多分、ベゴちゃんのことじゃないのこれ。ああ今、入院中らしいね、まだね。 うん、なんか鳩すごい来ててさズ水谷の家にペコちゃんいるとか来たけど今入院中でしょ、はい、でこれねなぜゼロワンと太郎くんが番になったのか、はい、こんな投稿がありました <laughs> ええどれだっけこれか 入院しました。今は母子ともに大丈夫です。ですが、お腹の張りがずっとあるので、これ以上煽ったりしないという、彼の言動や女関係のことでの約束は守ってほしい。本人通報したい枠めっちゃある。良ければ、詳細と教えてくれる人を求む。でこ、上が答えですね。えー、こうなってます。 おそらくですが、二人完了って書いてるんだけこれ、これ,これだ、これだけしか書いてないんだけど、ゼロワンと太郎くんだと思われます。はい。なので、ペゴちゃん、えー、太郎くんとゼロワン通報して、番に追い込みました。ええー、ってことですよ。はい、残念ながら。まあ、どういうふうな通報かわからんけどね。うーん。通報したということです。どんな理由でまあ、やっぱさ、 言い方もあるよね水谷に家に,に勝手に来たとかあのー、私妊娠中なんですよとかそういう言い方あるでしょもうそんな感じで本人通報で2人ともバンになったって感じじゃねでも A 番じゃない限りよかったねあの太郎君は1週間バン011ヶ月バンで済んだからぶっちゃけさ、まあ、バンになったじゃん01俺も A 番かなと思ったもん前 A 番になってや解除されたからねうんだから重たいけれど スイキャスはでも、まあ、軽めの方でよかったよなえー、えー、今日のふわっち大炎上ニュースでしたですありがとうございます,います本当にええー、寝坊してすいません <laughs> ありがとうございました終,終わっちゃったん、ね、で、もう1時間ね、ちょうど経ったんで、はい、どうでしたか、今日の炎上ニュースは、面白かったですか。ああ、じゃあね、ちょっとまとめます。はい。ふわっち、大炎上ニュース。ま、ルイさんに電話ルイさん、なんかあった俺ね、もうパッと起きて、その朝の起きての出来事までは確認できなかったんだよで、だから明日でも繰り上げしようかなと思って。 一瞬ちょっとふわち感心者の見たらな,なんか女の子となんか揉めてたね。うん。ええー。何もないってことですよ。ということで、今日の炎上ニュースでした。はい。でも3月はね、もう終わりなんですけど、もう4月から、まあ言ったんですけど、鬼のように頑張ります、配信。マジで。だから、応援よろしくお願いします、ちょっと。もう3月も終わりなんでね。 うんルイジー来た来てないか。もう頑張るんで、まあ、3月ちょ終わっちゃうんですけど、4月から鬼うおにおもやるんで、ちょっとお願いします、応援。はい、も、ま、う、あ、マジでマジで。もう1時間で終わんないよ。じゃあ、まとめますか。あれなんかおかしい。 あ電話出てくれたね。あのー、ミキッシありがとう。あと誰だっけ電話したの。えー、誰だっけなもう一人いたよね。あれ、し電話したっけ俺、他に。してないな。あ、養分だ養分そう、養分ありがとう。あと、メタル社長とイ治、俺がね、なんか、ね、寝、寝坊してて、それ起こしてくれてありがとう、本当に。 あと、金川なくん勝手に LINE 追加してお越しに来てくれてありがとう。あとは、あの、DM でね、いつも情報くれてる女性の方、ありがとう、本当に。ええー。じゃ、まとめます。ふわっち、大炎上ニュース。終わりまとめうん。の、前にナイスいいですかちょっと800ナイスまとめる前に。教えてくださーい。 い,いですきゃ、800ナイス、ラスコーイラララスコイランランラスコイラララスコイラんラんらすこいドンドンどんちきドンドンどんちきド,ドンナイスドンドンナイスグイえ 決まってズバッと気持ちいい決まってズバッと気持ちいいズバッと気持ちいい気持ちいいズバッと気持ちいい気持ちいいだんだんラスカイだんだんラスカイ切ってるわー。もうね、もう終わりなんで、あと3日 ?4 日か ?28 だから3日か。今日入れて4日。ナイスもね、もう,もう最終日ですよ、マジで。 だからもう、その4日間はもう全力で押してってほしい。お願いしますよ。小前くん来てて強いんですよ。ええー。お願いします、ちょっと。そうなんですよ。神様は、指だけ俺綺麗にしてくれたんですよ。あの、遊園地かどっかのテーマバッグで、まあ手、手すりがあるじゃん。こう指を置いてたら、あの人、手綺麗って言ってくれたんで、ね、お振り向いたら黙った。そういう過去があります。ええー。ナイス9 3です。じゃあまとめます。 ふわっち大炎上ニュース。まず、C さんという配信者がおちんちん出しました。その5番、ね、5分間、ちんちんパラダイスでした。善一くん、これ古いんですけど、2日前。善一くん、頭の病気確認取れず。3300円払ってえ、頭の病気がわからなかった模様なのでえ、脳内解釈で、愛だったというふうにツイートでつぶやく。 はい。あと、瀬名さんが、また自殺をほのめかす LINE が来ました。はい。で、俺、なんとか説得したよ。その後、まあ、ツイッターで、あの、おっぱい写真投稿。よかった。元気そうで。で、右立ちおっぱいもんで、なんと、某あの、配信サイトで月額、えー、100万を、百万円の稼ぎを見せる。えー、すごいな、俺、マジで。ええー、夢があるだろう。しかも、YouTube に100万再生。 15万稼ぎですはいすごくないうんしかも安泰だからね月々にそうやって入ってるわけだからで今回の本タイトル「01と太郎くん」が追加す版 A 版だというふうにね思われていたんですけど01がねなんと昨日運営からあの連絡が来まして1ヶ月版でした、はい、4月の26日まで版ですね 太郎くん1週間番です。で、どうやらこれはね、番になった理由としては、ペゴちゃんの通報からというふうになっていますね。2人完了と通報が、ついツイートされてました。多分太郎くん01じゃないかな。はい。で、次が、あの、てるくんというねあの、配信者の方かな。可愛いお子さんが生まれた模様、昨日ね。おめでとうございます。女の子。あの、可愛い女の子、作ってってほしい。えー、あれ、おめでとうございます、ほんとに。 でひなぴーくんが社長になりましたはい、えー、とりあえずあの合同会社の社長の新しい社長になるとで、うん、飲食関係の店をやっていくらしいです、はい、アメックスのゴールドカードが持てるっていう風にあに自慢してました、えー、おめでとうございますで駒井とくるちゃんがちょっと揉めるというかまあちょっとねフワちゃんフウちゃんフイちゃんフワちゃんユワちゃんフワちゃん,ちゃんうん あ当たった。まさやん、合同会社社長って言わんねん。あ、そうなの俺、ヒのピー君言ってたよ。なんか合同会社社長になるんや、つってど。代表取締役やで、つって。アメックスのゴールドモデルで、つって言ってたけどね。まさやも社長だからね。社長さん。え、まさや社長どうあの、僕名刺できたんで、次渡しますね、えー、社長。代表社員って言うんで、言い方は。 で、ええー、まあ、小前くんとクルちゃんが揉め事、クルちゃんが涙流しちゃうと。はい。っていうことです。そんな感じで今日の、ふわっち、大炎上、ねえ誰だー